中京競馬場唯一の G1 レース、大歓声が起こっています。さあスターターが台に上がりました。これから春の G1 戦線を開幕を告げますファンファーレです。歓声が上がりました。拍手が起こりました。さあゲート付近、ゲート入りですが、細井さん、本当に綺麗に入っていますね。キス枠入って、グース枠ロイドカラノラも落ち着いて入りました。そしてドリームバレンチノがゆっくりと入りまして、残すところダッシャー55ということになりました。はい、順調な枠入り。さあ大外枠となりました。ダッシャー55を収まりますと体制完了となります。桶狭間決戦、電撃のロックハロン、今スタートしました。トロットスタート、外の方から好スタートを決めていったのがメモリアルイヤー、行くでしょうか。メモリアルイヤー行った、ハクサンムーンも行った。やはりこの7枠の2頭が行く。それを見ながらアイラブリリ3番手、さあそしてマジンプロスター4番手だ。インコースからはミキノバンジョーで、外から桜ゴスペル前につけました。連れて鶴丸レオン、今日は前からだ。インコースにはエピフェアロームです。あとはダッシャー55がいて、ようやくいました。ロードカナロバは中段の位置、ロードカナロバは中段です。そしてそのうちにシルクフォーチュン、さらにはドリームバレンチの虎視眈々離れました。4番の杉野エンデバー、外からフィックスペトル、間を通って6番のモンストールで、外にはサンカルド、そして最後方からアドマニアセンターという展開です。さあ先頭早くも4コーナーのカーブに差し掛かった。パクサンムーン先頭で、さあ最後の直線坂を登っていく。パクサンムーンが先頭だ。そしてロードカラドバは外に持ち出した。ダッシャー55とともに外に持ち出して、さあ岩田の左口が入る。その前から桜のスリル2段手に上がってきた。しかしまだ逃げる、パクサンムーンがまだ逃げる。外からここでロードカラドバだ。ロードカラドバやってきた。さらに外からドリームバレンチのロードカラドバ突き放した。絶対はないという競馬のジンクス、見事にその常識を覆しました。ロードカナロア、世界を制したその足に資格はありませんでした。そしてタイム1分8秒1はレコードタイム。昨年秋の中山スプリンターズステークスに続きまして、ここ中京でも国内スプリント G1 レコード勝ち。ロードカナロア、岩田康成ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱり強かったですね。そうですね、今回もね、負けれない一戦だったしですし、本当に落とせないね一戦が続いていくんでね、これからも、無事にね、この馬の走りを、もう一戦一戦味わいたいなと思います。史上初のG1 スプリント3連覇をレコードで成し遂げるという勝ち方でした。はい、この馬に乗せていただいて、その負けれないという気持ちでねレースしてるんでね、やっぱりちょっとスタートもちょっと手負けしたんですが、やっぱ馬も賢いですし、そのポジションでちゃんと我慢してくれましたしね、本当に賢い馬ですね。そして中段ぐらいから直線に向いてからどうだったんでしょう。はい、その中段からね抜け出したんでね、すごく最後まで、ゴールまでねしっかり伸びてくれました。どうですか今日の勝ちっぷり、ロードカナロア前と比べてどうなんでしょう。まだね、その香港の時の走りじゃまだないんですけどね、まだ、無事にね秋その後に、香港スプリントっていうね最大目標があるんでね、ここで目いっぱい、仕上げれないと思うんで、この一夏越してね、もっとこの馬の走りをパワーアップしてる姿を見せてもらいたいですね。世界のカナロアが日本競馬初めての快挙を成し遂げて、ファンの皆さんにどうぞ答えてください。はい、本当にね、この馬はね世界でも絶対通用するナンバーワンな馬だと思ってるんでね、これからもねこの馬の走りをこの中京競馬場で、ね、本当にすごい
熱いファンがいますしね、もう全国のファンに足を運んでいただいて、この馬のパフォーマンスを見てもらいたいです。おめでとうございます。ロードカナロア岩田康則ジョッキーでした。